動画の視聴ありがとうございます。私レックス認講師根本翔一と申します。ここではレックの司法書士試験直前講座のラインナップ、そしてその特徴を紹介していこうと思います。直前講座のラインナップは大きく分けまして3タイプあります。予想系、改正系、知識を強める系、この3つがあります。ではまず予想系の方からいきましょう。予想系には2タイプあります。1つが択一出題予想論点総まとめ講座、もう1個は出題予想論点ローラー大作戦というものです。担当は両方とも私が行います。予想している内容は全くもって同じです。ただ違う点はその予想している内容一つ一つについてしっかり講義を聞きたいか、もしくはポイントが分かればいいのか、この違いだと思ってください。次に近似の方、近似の方には2つあります。上、近似の予想論点最終チェック講座、あともう一個は赤松式山手講座、太郎と花子の事件簿、いわゆるタロ花と呼ばれるものです。こちらの回数の方ですが、まず違いとしては上と下、上は小問形式の問題が載っています。下は一問まるまるの問題です。また上の方については全2回でポイントを押さえてきます。一方下の方は全8回全部で多くの問題を解いてきます。はい、また上の方は予想論点をいっぱい入れています。下の方は予想論点もそうですが、予想される、そのテクニックとか予想される、その問題の形式というのも出しています。そしてです、この下の方については、問題形式と言いましたが、この問題かなり骨があります。実務家が作る問題、かなり骨があるというかやられたというような問題が多く入っています。ある意味コーチトレーニングとなりますので、そのコーチトレーニングをやっておくと本番が少し楽になります。次は改正部分です。この改正部分はこちらのパーフェクトガイド、こちらの方になります。90分 ×4 回で最新の通達等についてまで紹介していきます。では次は知識の強化系です。この知識の強化系、例年皆さんから好評を受けている嘱託というもの、今年も実施します。この嘱託についてですが、こちら運の講師が昨年実施したものプラス赤松講師による補強プラスアルファをしていきます。こちらの方が通信13回、通学16回という回数で設定されています。また今年新たなラインナップに入ったのが千本ノック高速トレーニング講座というものです。こちらについては度基礎の論点だけを取り扱います。2回以上出るもの、もしくは出る可能性のある足だけをピックアップしてやってきます。15分の講座を全部で60回実施します。この2つの講座、いろんな違いがあります。一番大きな違いというのは度基礎だけやる、必要な過去問は全部入れているという違いでしょうか。そのためですが、レジュメの方にも大きな違いが出ます。この千本ノックの方はレジュメの方はだいたい60ページぐらいのものについて、民法で1冊、不動産登記で1冊、会社商業登記法で1冊、全部で3冊を予定しています。60ページのもの。一方直前択一絞り込み講座については各科目ごと、この不動産登記だと350ページでしょうか、
各科目ごと合格ゾーン形式のもの、合格ゾーン形式のものが1冊ずつ配られます。言ってしまえば、この直前択一絞り込み講座は、もう択一問題はこれだけでいいよと。一方、千本ノックの方は、ある意味補助。普段の学習の補助として使ってほしい。というのがこちらの講座になります。はい。また、直前学習。そして、こちらの講座もおすすめです。携帯使用書士60日相関性講座。多くの受講生が使っている携帯使用書士、その著者である森山先生の方から、こちらの講座、こちらのテキスト、うまく使える方法、そしてこういうふうなポイントを説明しながら、60日かけて基礎、そして応用部分を完成させていく。まさに直前期のタイムキーパー、スケジュールとしても使える講座になります。はい。他にもいろんな講座のラインナップがあります。記述の解き方を学ぶ講座、記述の過去問を分析する講座、過去問部分をかなりしっかりやる講座、単純暗記だけに特化する講座、民訴だけに特化する講座、また1日10分ずつ記述を解いて訓練していく講座、ひな型だけを取り扱う講座、各種いろんな講座の方のラインナップがあります。そちらの方は今この画面に出ているこのパンフレットの方に出ております。もしくはホームページ等でもこちら講座の詳細もわかります。ぜひこの講座どうなんだろうというのがあれば、ホームページ、またパンフレット、またレックの方へお問い合わせください。こちらの動画の方は以上になります。最後になりますが、この直前講座というものは受けることは必須ではありません。あくまでも自分の勉強をメインにする。ただこれでうまくいかない、もしくはもっと馬力をかけたいといった時に考えるものになります。マストではないってことだけ最後に言っておきましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。